3分間スト6中級者講座、今回はバーンアウトについて解説をしていきます。バーンアウトについてはですね、正しく認識できている中級者の方もいらっしゃるかもしれませんが、全体的になんとなく弱くなるぐらいの認識しかないような方もいらっしゃるかもしれませんので、そういった方は今回の講座ぜひ参考にしていただきたいなというふうに思っております。まずバーンアウトはどういった状況になると起きるかというところからなんですけれども、試合開始時点ではお互い6ゲージずつあるこの上側の緑色のドライブゲージ、これが0になるとバーンアウトになります。そしてこのバーンアウトに相手をさせる方法なんですが、攻撃をガードさせるとこのように少しずつゲージが減っていきますので、攻撃をガードさせていくだけでも大きなプレッシャーになるゲームだというのは知っておいていただきたいです。一方で攻める側がバーンアウトしてしまう時というのは、やはりこのドライブゲージというのは様々な用法があります。ドライブインパクト、パリー、さらにはドライブラッシュや、あとはオーディ必殺技、ドライブリバーサルとか、あとはですね、一番消費が激しいのがですね、攻撃をドライブラッシュでキャンセルするという行動ですね。これはなんと3本も消費してしまうんですよ。ただすごく強い行動であることには変わりないので、やるときはやらなくちゃいけないんですが、見てください、このドライブゲージの回復量、これはですね、後ろに歩いていたり前に歩いていたりジャンプしていたりすることで少し回復量の数値に差が出てくるんですけれども、それにしても長いですよね。これだけの時間バーンアウト状態になってしまうので、攻める側もかなりこのドライブゲージの用法には気をつけなければなりません。ではバーンアウト状態は一体どのようなデメリットが起きるのかというところなんですけれども、まず当たり前なんですが、一定時間ドライブゲージを使うことができません。ですから先ほど言ったような様々な行動が全てできなくなってしまいます。特にこのゲームは OD 昇竜拳のような OD 版であれば、無敵を持っているような必殺技を持っているキャラがいっぱいいるんですね。そういったキャラの無敵技がなくなっているという状態です。でさらにはですね、例えばマノンの太刀中パンチはですね、このようにガードさせるとマイナス1レーム、少し不利になってしまうんですけれども、バーンアウト中というのはですよ、このガードしたりとか攻撃食らった時の硬直さっていうのが4フレーム増えてしまいます。ですから先ほど、マイナス1フレームの中パンチがバーンアウト中ですとガードさせてプラス3フレームになるんですね。つまりあの有名なマノンの連携なんですけれども、この中パンチ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 というこの連携が相手にとってですよ、どうしようもない状態になってしまうんですよね。動こうとすると中パンチが当たってしまう。そして、プラス3フレームで7フレームの発生の技を打っていますので、相手側からすると最速の4フレーム技を打てば相打ちになるんですが、相打ちになるとマノンの弱形からのコンボにつながってしまうという地獄の連携が待ってるんですよね。ですから普段の太刀中パンチにはあまり圧のないマノンなんですけれども、バーンアウトさせることによって一気に必殺技になり得るということが起きるんです。これは他のキャラにも言えることですので、そういった対バーンアウト専用の連携というのは知っておくとかなり試合を有利に運べます。あとはですね、普段は必殺技をガードしても削りダメージというのはないんですけれども、バーンアウトしてしまいますと、必殺技の4分の1のダメージが削りダメージになってしまいます。で、この削りダメージというのはですね、もちろんフィニッシュにも使えまして、普段は相手の攻撃をガードして削られ負けっていうのはないんですけれども、バーンアウトさせることによりまして削りフィニッシュができるようになりますので、スーパーアーツとかをガードさせるととんでもないダメージを与えることができますんで、そういったそのリーサルプラン、倒しきるプランというのの幅が広がります。そしてですね、スト6は相手を画面端に追いやった時にですね、ドライブインパクトをガードさせても壁あられにすることができますので、この後追い打ちをすることが可能なんです。画面端の場合は当ててもガードさせてもちゃんと恩恵があるという非常に攻めてる側のいい状況ではあるんですけれども、さらにバーンアウトさせていますと壁に叩きつけると、このように一定時間行動不能になるスタン状態を作ることができるんですね。これは大きなダメージなチャンスになります。こんな感じで基本コンボでもありますけれども、しっかりゲージを使ってダメージを取ることができますし、相手側もそれを分かっていますから、なんとかして画面足のインパクトは避けたいんですが、いつもやっているインパクト返しとか、様々な行動での、防衛手段というのはですよ、ドライブゲージがないからできないわけですよ。だから画面端でスーパーアーツゲージがない時に強攻撃ガードしてドライブインパクトを打たれたりするとですね、負け角だったりするようなシチュエーションもあるんですよね。だそれぐらい危険ですので、相手をバーンアウトさせようとするっていうのはいいんですが、それに
集中するあまり自分がバーンとしてしまうことないように気をつけながらやっていただきたいなというふうに思っております。今回は以上です。皆様こんにちは。ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレス2ボタンでございますけれども、まあ、ついにですよ、2023年の本日が11月の7日ということで、まあ、一大イベントハロウィンが終わりまして、この後待っているイベントとしてはですよ、クリスマスなわけですよ。気が早いと皆様思うでしょ。そんなことはありません。もうスーパーとか行けばクリスマスコーナーができ始めているわけですよね。あと少し経てば、まあ、あのクリスマスソングとかが街中で聞かれるようになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、自分はですね、まあ、例年、まあね、やっぱりこうパートナーとかがね、もしいてくれたら、まあ、別の楽しみ方もあるかもしれませんけどね、まあ、自分はいつも一人でクリスマスを祝うという、まあ、大事な行事がありましてね。まあでもこんだけ長い間独り身をやっていますと、逆にそれが楽しいみたいな、結局クリスマスが一番一年で楽しみな行事にはなっているんですよね。で今日はですよ、まあ、やっぱり、ね、43歳の成人男性が、まあ、しっかりとね、この大人の余裕を見せるために、まあ、料理だけじゃなくクリスマスといえばね、飲み物も大事じゃないですか、まあ、ですからね、チーカワシャンメリーを買ってきましたんで、まあ、あとはじゃあ何作ろうかなって、あ、今回どうしましょうね。一応 DJ は触ろうかなと思ったんですが、まあ、キャミーとかやりましょうかね。まあちょっとね、今年のクリスマスどうするか、まあ、おそらく、まあ、十中十九は、生放送させていただくと思いますね。よろしければ見ていただければと思います。ただし恋人と見るのは禁止な本当に禁止な。よし、では本日もですね、なんとなくまだマスターにできてないキャラクターのランクマッチをお送りしたいと思います。今日はじゃあキャミーと DJ で3戦ずつでいきましょうか。まあ、前回の動画は全勝ではありましたけれども、まあ、この辺のキャラっていうのは強いのは知っておりますが、あんまりね、うまく使えていないというのはありますよね。キャミーってドライブラッシュから打つ技って何なんでしょうね。あんまりその、なんて言うんでしょうね、セットプレイ以外でドライブラッシュ使うところを見たことがないので、強パンチなのか、中パンチかな、中パンチかな。ちょっと調べてから行けばよかったかもしれませんね。まあでもこの辺のキャラはおそらくその1キャラを使い続ければマスターにはできるキャラだと思うので、まあそういう、もう14連勝中とか、え、なんでだ、キャミーどうした、記憶にないですよ。14連勝、いや、あんまり使える部類じゃないんですよ。まあキャラが強すぎるからな。このゲームね、出たての頃はキャミーあんま強くない説あったんですけどね。すごい。まあ、今回の動画でドライブラッシュ講座、違うか、バーンアウト講座やったじゃないですか。で、今みたいな攻めをする方っていうのが、まさに今回の講座で お伝えしたかった部分なんですよね。お、うまっ。なんかその、気持ちのいい攻めをするために、バーンアウトしちゃってるみたいなね。で、こういう時はもうしょうがないんで、バーンアウト覚悟で打っていくしかないみたいな時もありますよね。でも相手の方があんまり攻めてこないんだったら、せっかくなんで回復させていただくという感じでしょうかね。あ、ミス。ダメですよ、バーンアウトは。非常に危険だと。講座を見ていないんですか、今日の講座、バーンアウト講座。バーンアウト講座でしたよね、多分いや、わかりません。今この動画撮ってる時にはバーンアウト講座とくっつけてるかどうか、まだ編集になってないんでわかりませんからね。そう、だから今の OD キャノンスパイクとかもバーンアウト状態だとないわけですよ。やべえ、何していいかわかんない。ほっはですから、バーンアウトはとにかく危険だと。で、特にこの相手の方がやっているような、そう、なんとなくのドライブラッシュで、まあ、ちょっとぐらいならいいですよ。でもそこからバーンアウトしちゃうのは良くないですよね。で、自分の切り返しでバーンアウトしちゃうっていうのはしょうがない。どうした、やべ出な
ドーン。怖すぎる。コンボを入れて、いつになったらバウト解けんの。ほら、おお、九死に一生あるよ。波動拳打ってくんないかな。よかったです。なんとか勝てました。もうでも今の試合にそのなんで中級者の人が勝ちきれないのかの一つに、そのバーンアウトの危険性っていうのはあんまり理解していないがために、結構雑めにラッシュを使っちゃって自分からバーンアウトしてしまうっていうところもありましたよね。で、自分も同じようにバーンアウトしてたじゃないですか。まああれも良くはないんですが、でもOD 勝利を打たなくちゃいけないときは打たなくちゃいけないんですよね。まあ、そういう、なんて言うんでしょうね。まあ、自分も良くないです。自分も良くないんですが、まあ、相手の方と今の自分とのその行動のちょっとビビたる差っていうのをできれば感じてほしいところではありますね。しかし、キャミひどいな。ひどいけど、これで15連勝目ですからね。どんだけキャラが強いんだっていうところですよね。あれ、こう、こう、あ、それっぽい。こう、こう。こう、ちゃうちゃう。こう、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 あ、ちゃう。違う。やっぱわかんないわ。あれ、こうして、あ、いや、なんか思い出してきたような、忘れてきたような。まあ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 、手持ちの武器でなんとかなります。キャミーをあのマスターにするときにまた思い出し直しますんで。まあでもですよ、バーンアウトってなんかよくわからなくてもレートを上げれるっていうのは事実なんですよね。ただ多分マスターまではいけないんですよ。ダイヤまではいけると思うんですが、じゃーん、龍拳打ち合い、みっともないブッパーね。さあ、ここまでです。ここまで。本当はね、ここまでもあんまやっちゃいけないんですけどね。どうした、モダンみたいな打ち方しました。差し返しみたいになりましたけど、自分は差し返しできませんからね。適当です。中継と大キックが超強い。あー、すごいね。ならわしもあんなに裏切りを言って、やばいやばい、ぶっぱ対決。え、なんで出ないの、脚列脚。さあ、相手の方どうするんだ、これをどうするんだい、これをどうするんだい。あ、いてて、どうするんでしょうか、このバーンアウト。あ、すごい。大変なことになりましたね。ちょっと OD 転生客を連打したがためにこのような地獄。あすごい勢いでいなくなっちゃった。いや、大丈夫です。動画の時はね、あの2連戦じゃなく一先でやることが多いので、あの全然ね、そんなに急いで離れなくても大丈夫です。すごいですね。でもなんかこの辺もやっぱその格ゲーをやる人の種類っていうのが変わった気がしますよね。昔そのゲームセンターでやっていた頃っていうのは、負けたら熱くなってそうレンコインしちゃうみたいな人いるんですよね。レンコインっていうのは後ろに並んでる人がいても、もうなんかもう、いや俺にもう一回やらせろっつってやっちゃうみたいな行為なんですよね。まあマナー的には良くないですよ。でもやっぱりその熱くなる気持ちっていうのは自分としては分かるわけですよ。でもなんか今は嫌な気持ちになったら抜けますよね、連戦じゃなくて。それが変わったのかな。あ、まあ、もしかしたら自分の言ってることが少し間違ってるかもしれませんけども、なんかあのこう格闘ゲームやる人の層っていうのが根本的に変わったのかなとは思いますよね。まあ一回で抜けたい気持ちも分かるんですよね。ほんと噛み合わないだけで負けちゃうみたいなこともありますからね。投げです。ちょっと違う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 、なんでなんで、投げにインパクトが勝つだと、なんかがいけなかったんでしょうね。まずいですよ。
デスカイターンガンダムまあこれは今日の講座の真逆を行くようなプレイなんですけれども、バーンアウトした場合っていうのは無敵技がないっていう認識に相手の方なる、つまりそこに無敵技のレベル1のスーパーアーツが刺さりやすいみたいなね、側面は一応ありますね。いててっち、そこではない、遠かったですよね。からのたまには投げ、たまには投げ、抜けるの？じゃあ、わかりました。もう打撃しかしません。はい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 。ザンギーフで一番危険なのはこの時なんですよ。このまだ全然自分やられませんよねみたいな時に早く倒しきりたいと思ってガンガン攻めちゃうと、3回転じゃない、ごめんなさい、スーパー3の2回転の投げ技を食らってしまうじゃないですか。で、あと投げ一発分ぐらいの体力になってしまって、まあ大丈夫だろうからのスクリューパイルドライバー、筋肉ドライバーみたいなことで終わってしまうってことは往々にしてあるわけですね。いやでも今日のこの、キャミーの参戦の中にですよ、かなりそのインパクトじゃない、ドライブゲージがなくなってバーンアウトした状態の読み合いっていうのが、まあ、自分側もそうだし相手側もそうだし、それを攻めるときとか守るときとかっていうところの、まあ、一応なんかこう一通りは揃ってたかもしれませんよね。さあ続いては DJ でございますが、まあ、これもやっぱりキャミーと同じく比較的強めの行動をずっとしてるだけで戦っていけるようなキャラ、まあ、細部に関してはやり込みがいがあるというところではありますよね。ただその DJ はちょっとこの技がフェイントとかもあって特殊なので、まあ、キャミーのようにはいかないところもありますが、キャミーよりも火力が高いという部分もあります。ウテデッチ、これガイルがちょっとだるいんですよバウンドしちゃってるし、すごい2度目のバーンいや分かる気持ちはでもね、自分がガイルで結構やるんですよ、このね2発出る飛び道具がちょっとだるすぎて、でちょっとねオーディー版のソニックブーム打ちたくなるんですよね。だから1試合2度のバーンアウトは自分もマスターにガイルをしていく過程の中で3000回ぐらいやりました。いや4000回かな。あいー、よかったカウンターじゃなくて、乗っていきません。なんかフレーム消費みたいになっちゃったけど、あー坂道キック、6連打くらいしたら負けた、ーアウトしたんだけど、多分オーディソニック打ってきますですよね。2回打つのはちょっと聞いてない、なんでバウトしちゃうの、やばい、もう手釣りダメージじゃないか。いや多分これしゃがみ中盤キャンセルスーパーツ3で削りフィニッシュ言い過ぎですかね、ちょっと分からないですけどね、意外と減るんですよ単発でもね。いや気持ち分かるな。いや今日はでも本当にその改めて見ると、まあ、自分もそうなんですが、やっぱりこのぐらいのレート帯っていうのはみんなバンバン自分からバウンドになりますよね。でプロとかっていうのはすごくこうゲージを吐いてるように見えるんですが、やりくりはしっかりしてるんですよね。やっぱね一番気軽にドライブゲージ使いたくなっちゃうのは通常技キャンセルのドライブラッシュですよね。あれ3ゲージですからね。いや本当に、あとオーディー技ね、オーディー技は
は本当に使い勝手がよろしゅうございます。でもこのねガイルっておそらく JP 以外にはほとんどのキャラに戦っていけると思うんですよね。まあ、キャミーとかもちょっときついかもしれないんですが、でも DJ 戦のめんどくささですよね。これがねまためんどくさいんですよ。なぜかガイルは飛び道具のエキスパートなのに、この陽気なこの男にこうやってね2発撃たれてるだけで結構辛いみたいな、この、ね、回転で負けちゃうっていうね。クラウドやるデフです。超めんどくさそう。あいえ。どうか。体力が勝ってますね。相手の方でねどっかでやっぱねストレス。あやべえ、ね、オーディ様をねソニックが打ちかねないですよね。こっちから打っちゃいました。どうしよう、こっちの方がゲージ早めに回復しますよね。本当にこれ合ってるかっていう選択肢でしたね。あれ、はい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 、ああ、言わない。やべえ、飛ばれるようになってきた。でもこれは奇跡かもしれませんよね。ああ、美味しい。安いけど。かわいそう、かわいそう、あやべやべ、うん、投げ無敵、あ飛び道具無敵ないんです。でもやりたくなる気持ちわかります。あれも自分はマスターになる過程でガイルでよくやってました。一応ね、その遠距離でも、ああやって、ソニハリか、ソニックハリケーンの先端を当てるみたいなことできるんですが、ああやってね、こう無敵はあるんだけど、弾無敵ないので、弾の打ち合いの時には使えないんですよね。でもなんかやっちゃうんですよ、超わかる。超わかります。キャミー、まあ、てか DJ ですよね。ちょっとやっぱ DJ が、あんまり良くない DJ ですよね。火力が高い。で、そこに向けての動きをすべきなのに、まあ、なんかね、飛び道具当たれ、対空当たれ、みたいな。ガイルみたいな DJ です。これ相手の方がね、もしかしたら、真の DJ はこれだ、わしの DJ はこれだ、見せてくれるかもしれません。はいはい。ね、あの DJ ってあのスト2の時の DJ なんですけど、いいんだな、あれ。顔違いますよね。オンラインマキシママナイは、はいはい、やべっ、おー、あーすごい大興奮、後ろの人も、それではガンダムマイト投げられてレディーゴー、ブラララララ、ブラララララ、そうですよね、そう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 、入れれるようになってきた、よかったよかった、あべよくあるある、エアスラッシャらない、絶対飛んでくるっち、あらやべっち、つい打っちゃいました。よく垂直に合わせましたね。
ずい、やっべ、あぶねー。いや結構危険なラウンドでしたね。なんかそのストレスサマーとかストレスソニックとか言ってましたけど、最終的に展開に耐えきれなくなった自分でしたね。最後の最後でスーパースリーを放して当たれば、まあキリもねいい感じかなと思いきや、そっから負けってありますからね。これは本当に気をつけなくちゃいけないんですけれども、まあ、今回も、しっかり勝ててよかったかなというふうに思っております。まあ、次マスターにしようと思ってるキャラっていうのは候補がいっぱいいるんですけれども、まあ、キャミー DJ もその今はダメですよ、今のこの動きではダメですが、その1キャラに絞って、ちゃんとやるべきことをやれるようにすればできるかなと思いますのでね、引き続いて見ていっていただければと思っております。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。